ちょっとトゥイローで可愛いイラストを募集したら、はい、まずこちらですね。可愛い、可愛いですね。テーマ通りにちゃんと可愛いの送ってくれましたね。ありがとうございます。さあ、そしてこちらですね。トウゴッカ、いやひどいな。確かに絵は可愛いけどそこじゃない。はい、そしてこちらですね。なんかルート君がすごい泣いてますけども、なんか良くないことでもあったんですかね。すごく命乞いしてますね。よく見たらここに書いてましたね、寝坊ですね。それだけ。さあ、そしてね、こちらもテーマ通りに可愛らしいイラストを描いてくれました。ありがとうございます。さあ、そしてこちらバンドリのあやちゃんですね。可愛らしいですね。僕昨日の動画でこんな感じで心のイラストを紹介したんですけど、また今回もね、ドアップの可愛らしいイラストいただきました。ありがとうございます。さあ、そしてヒーローアカデミアのデクですね。いや、うまい。デクはね、かっこいいっていう人もいれば可愛いっていう人もいそうですね。見ててよ。はい、見てます。さあ、そしてこちら確かに可愛いんですけども、皆さんこれどんな顔だと思います？僕もね、こんな感じの顔をしたことがあるんですけども、これどんな顔かっていうと、授業中に先生に当てられて、隣の人が優しく教えてくれたんだけど、その答えが間違えてた時にその友達を見る顔ですね。さあ、そしてこちらの可愛いイラストなんですけども、間違ってますね。みたいな感じで、ちょっとストプリ系のイラストが多すぎたので、ここはもう一つ、またトゥビローで、今度はね、ブサイクなイラストを募集しました。では行きます。はい、まずこちら、おパンツドラゴンどっこ一緒ですね。いや、これはブサイクっていうよりも頭おかしいだけですね。これひどいな。本人に怒られてしまえ。僕ゴキブリ。いや、こんなに不気味な自己紹介初めて見た。いや、これおかしいでしょ。僕スマイリーさんにツイッターフォローされてるので報告しときますね。へいらっしゃい、おにぎり温めますか？いや、遠慮しときます。はい、こちらアンパンマンなんですけども、ちょっと寄りすぎじゃない？あるいはバイキンマンに水をかけられすぎて膨張ボーイですね。はい、そしてこちらノーマンなんですけども、いや別にブサイクではないですけど、名前がノーマンですね。はい、そしてこちらですね。いや、これはブサイクですね。はい、そしてこちら僕のイラストなんですけども、これもしかして俺がブサイクってこと？後でトゥビローでブロックしよう。